たくさんのサポーターの前でプレーできることを楽しみにしてますし、まあ、僕らの力、十分力になってくれると思います。ポンタがポンタがポンタが清水にやってきた。全国金融機関発清水ウィズカード新登場。たまる、使える3つのカードが1枚に清水銀行。まあ、それは確かに、まあ、若い選手もねピッチの中でしっかりプレーできてますし、まあ、ベテランと言われる僕手勢は、ね、やっぱりそれなりのプレーは見せていかないとダメだっていう話をしたんで、まあ、そういう意味では本当全員がしっかりしたプレーをできていると思います。まあ、立ち上がりにねいい得点ができたのが一つの、まあ、勝った要因かなと。まあ、ゲームと通じてみれば押し込まれるシチュエーションも、ね、あったけど、まあ、今チームがそのいい流れできてる、やっぱ耐えれるっていう、劣勢にもしっかり耐えれてるっていうのがねしっかり表現できた、まあ、いいゲームやったなと思いますね。まあ、特に気負うこともなく、まあ、同じような気持ちと同じようなプレーをすれば、まあ、いい結果出るんじゃないかなと思いますね。まあ、もういたのは10年近く前なんでね、まあ、そこまで古巣っていうイメージはないんですけど、まあ、目の前の相手をしっかり倒すっていうその思いだけですね。清水エスパルス、闘志なきところに勝利はない。己の全てをかけて、さあ這い上がる時が来た。11月3日京都サンガ FC。 いや、特に意識してることはなくて、やっぱりね、植草さん含めてワン含めてやっぱいいコミュニケーションも取れてるし、まあ、本当みんながしっかりしたプレーをしている結果だと思うので、まあ、これは続けていきたいと思います。まあ、いよいよ来たなっていう思いはありますけど、まあ、正直上の結果は僕は気にしてないですし、まあ、まあ僕らが勝ったとしてもね、上が勝てばね何も起こらないんで、まあ、何か起こるとすれば垂れ木なんで、ね、まあ、僕たちは特に別に祈ることもなく、目の前の自分らができる仕事をすれば、まあ、その結果がねどうなろうとも、もしプレーオフに行こうとも自信持っていけると思うんでね、まずは本当、まあ、4試合考えるとねちょっとしんどいんで、まずは京都戦だけを考えたいです。まあ、今のいいサッカーを続けることじゃないですかね。やっぱ相手はそれを邪魔するというか、やっぱ相手はねうちの持ち味を消してくるとは思うんですけど、まあ、たとえそういうゲームになったとしても同じようにパスをしっかりするっていうサッカーをできれば、まあ、勝てるんじゃないかなと思います。いや、それはもちろんね、やっぱこの前の群馬戦もねホームかと思うぐらいの、ね、声援もらったんで、やっぱああいうのはすごい勇気づけられるし力になるんでね、まあ、次はホームでできるということで、本当たくさんのサポーターの前でプレーできることを楽しみにしてますし、まあ、僕らの力、十分力になってくれると思います。次の京都戦もいいプレーしてしっかり勝ちたいと思いますので、ぜひスタジアムに来て応援お願いします。ポンタがポンタがポンタが清水にやってきた。たまる、使える3つのカードが1枚に清水銀行。清水エスパルス、闘志なきところに勝利はない。己の全てをかけて、さあ這い上がる時が来た。11月3日京都サンガ FC。